天地人ゆかりの地を訪ねる定期観光バス、通称天地人バス。皆さん利用されましたか？妙高ニュースの時間です。4月18日に運行をスタートした天地人バス、県内外から訪れた多くの方からご乗車いただき、ついに利用者が3000人を突破しました。3000人を達成したのは運行開始から160日目の8月25日で、3000人目の利用者となったのは千葉県浦安市からご夫婦で赤倉温泉にお越しになった方です。当日は観光協会の皆さんなどが甲冑姿で歓迎し、記念品を贈りました。また乗客の皆さん全員に妙高産の米と妙高高原温泉郷の湯花がプレゼントされました。天地人バスでは上杉景虎ゆかりの正福寺や臨泉寺などを1日かけて巡ります。バスの乗車中にはガイドの方から上杉謙信や景虎、直江景次などにまつわる話を聞くことができます。大好評の天地人バス、バスは11月29日までの毎日運行し、妙高高原駅や道の駅新井などで乗車できます。利用するときは前日までに妙高市観光協会か道の駅新井にお申し込みください。それでは今週の妙高ニュースの放送内容をお知らせします。この後は市内の出来事で、小中学生がいじめをなくすために取り組んだあなたがいて私がいるスクール集会の話題、そして笹ヶ峰トレイルランニングの様子などを紹介します。次は市民の皆さんから寄せられた投稿ビデオです。その後は食べるんじゃーが行く食育の旅、今回は地域の食材を使った給食を紹介します。今回も最後までご覧ください。それでは市内の出来事をお伝えします。ここでは市内の出来事を紹介します。まずはじめは、小中学生がいじめをなくすために取り組んだあなたがいて私がいるスクール集会の話題です。今日の集会を通して友人との絆を深め、家族や地域の方、先生方との絆を大切にすることを再確認し、妙高市のすべての学校でいじめがなくなることを目指していきましょう。全国的に増加傾向にあるいじめの解決防止を目的にしたあなたがいて私がいるスクール集会が8月21日、市教育委員会の主催で妙高市文化ホールで開かれました。これは昨年に続いて開かれたものです。いじめの根絶について子どもと大人が一緒に考える機会にしようと企画され、当日は市内の小中学校、養護学校の児童、生徒や教職員、保護者など約400人が参加しました。集会では小中学校4校の代表がいじめをなくすための取り組みを発表しました。まず八代小学校の児童が縦割り班での活動などを通し、互いの絆を深めるために取り組んでいることを紹介しました。次に吉木小学校の児童がいじめゼロ集会などを通じて学んだいじめをなくすために必要なことなどを発表していました。また妙高高原中学校の生徒は生徒の間にある裏ルールを紹介。1年生はワイシャツの腕まくりをしてはいけない、
学年ごとにスカートの長さや持ってきて良いバッグが違うといった裏ルールをなくし、過ごしやすい学校にするために取り組んできたことなどを紹介しました。そして新井中学校の生徒は寸劇で、昨今特に問題視されているネット上のトラブルによるいじめについて紹介。女子生徒がブログに書き込んだ内容が誤解を生み、いじめを招いてしまう様子を描き、携帯電話やインターネットの機能への警鐘を鳴らしていました。また集会の最後には参加者全員でいじめ根絶を誓う宣言文を読み上げ、いじめゼロに向けた決意を新たにしていました。次は県内外から600人が参加した笹ヶ峰トレイルランニングの話題です。おはようございます。選手の皆さん方におかれましては、日頃の鍛錬を遺憾なく発揮をしていただき、爽やかな汗とともに楽しい大会、思い出に残る大会となりますよう心から願っております。5秒前、4、3、2、1。初週の笹ヶ峰高原を走る妙高高原笹ヶ峰トレイルランニングが8月23日に開かれ、県内外から多くのランナーが参加しました。妙高高原笹ヶ峰トレイルランニングは標高1300メートルにある笹ヶ峰高原でのランニング、ウォーキングを通し、準高地トレーニングの普及などを目的に毎年開催されています。11回目の今年は、遠くは青森、広島から県内外のランナー601人が出場しました。妙高高原笹ヶ峰トレイルランニングでは、3キロ、5キロ、10キロ、15キロの4つのコースがあり、参加者の皆さんは自分の体調や実力に合わせてそれぞれのコースを走ります。当日は午前9時からの開会式の後、競技がスタート。参加した皆さんはドイツ頭皮の森や牧場内を走り、爽やかな汗を流していました。